食材の価格高騰の影響でカレー一食分に必要とされる費用が過去10年で最も高くなりました。民間調査会社によりますと、食材や光熱費をもとに算出した6月のカレー一食にかかる費用は329円で、去年の同じ月から30円値上がりしました。円安の影響による輸入牛肉の価格上昇に加え、 野菜類も去年とと比べ1 100たりり円を超える値上がりとなっていま,すまたこれまで安定していた米の価格もインバウンド需要の急増などによる品不足への懸念から上昇していてカレー1食分のコストを押し上げる要因となりました。